NHK 大阪局の牛田真由アナウンサー、37、が14日、同局の公式ツイッターで、4月から、おはよう関西、月曜から金曜前7:45、関西地方、でキャスターを務めていることを報告した、再びおはよう関西を担当することになりました。美味しそうだと言われたことがある、牛、塩コンビで、皆さんの役に立つ情報をお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。と気象キャスターの塩見康子予報士、34、との2ショットを掲載していた。牛田アナは2009年に NHK 入局、山口局、京都局、東京アナウンス室を経て大阪局勤務となり、おはよう関西は19年度、20年度に担当していた。